ここからは海外日本人情報。セリエ A ミランの本田はトリノ戦にスタメン出場。リーグ戦ここ8試合負けなしのミランは前半12分、本田が右サイドから中央へ切り込んでいってシュート。積極的にゴールを狙っていきます。さらに前半25分、ゴール前フリーキックのチャンスに蹴るのは本田圭佑。これは惜しくもバー直撃。本田のゴールこそなかったものの、ミランが勝利しました。